リドリー、俺そろそろ帰るからさ。ジャック、こんなやつは気にするな。いいね、そのきつい口調。リドリー、そうでなくちゃな。ジャック、なんか話したいことあったらいつでもうちに遊びに来いよ。そんじゃな。 どういうつもりだ、クロス。ジャックは私が招待したお客様だぞ。おやおや、将来の主人に対してひどい口の聞き方だ。親が勝手に決めたことだ。私は認めた覚えはない。さっさとうせろ。<笑>リドリー、
いらっしゃい。またのご来店を。
おい、どこまで行くつもりなんだ。もうすぐだ。なんだ、こんなところに入って。ライトエルフの長老だ。なるほど、ノゲイラ殿によく似ている。そのノゲイラ殿なんだが、いいか、落ち着いて聞くんだ。ノゲイラ殿は死んだ。なんだと。そして彼はここに葬られた。あの眉がノゲイラ殿だ。あれが。ここはエルフたちの墓場なんだ。それに人間とエルフにまつわる古い因縁の場所でもある。ここがエルフたちの墓場。いにしえのエルフ王と同じく、なぜ兄者がこのようなことに。王は忌まわしきかの城にて人間の女と子をなし、ダークエルフとそしてアルガンダースを産んだ。我らエルフに真の死をもたらすあの恐るべき汚れを。そして王は自らそのアルガンダースに侵され死んだ。そしてまた兄者までが。我らエルフは老いや病によって肉体が朽ちるとき、玉継ぎの儀式によって心を他者に移し混じり合い死を迎えない。だがアルガンダースはその熱い眉の中に我らの心を封じ込める。兄者、なぜ人間の娘などに玉継ぎの儀式を行った。人間との交わりは禁忌。アルガンダースに侵されるも必然。兄者、なぜ自らこのような運命を招いた。私のせいなのか。人間どもめ、どこまで我らを苦しめれば気が済むのだ。全てを奪い破壊し尽くす。そしてアルガンダースという恐ろしき汚れを蔓延させる。そのような人間など。兄者、なぜだ兄者。ノゲイラ殿が亡くなったのは私のせいなのか。それは僕にはわからない。ただ僕に言えるのは、さっきのザインの言動を見ればわかるように、人間と妖精との間にはかなり根深い因縁があるということだ。だから少しでも早く答えを見つけなければならない。タイムリミットは迫っているんだ。僕はそのために何ができるのか。お前は辛い現実を見せてすまなかった。しかし君には、玉継ぎの儀式を受けた人間である君にはこのことを知っておいてほしかった。
なんかよか。ああ、
よしよし。
ックリンク。
以上がドワフからの要求だ。なんとまあ、ずいぶん大きく出てきたものですね。しかしことを荒立てるわけにもいかん。ではジャスネ様はドワーフの要求を受け入れると？全面的に飲むわけにはいかないが、ある程度の譲歩はやむを得まい。譲歩ですと？私は断固反対します。なぜ我らが下手に出ねばならないのです？ましてやこのような無茶な条件など。我らはドワーフに鉱洞採掘の資金も提供しているのですよ。泣き寝入りするべきではありません。そこまで主張するからにはそなたには別の考えがあるのかな？はい、私とノワール・シュベールに出撃をお命じください。何、出撃だと？戦争を仕掛けるというのか？そうではありません。奴らにこちらの武力を見せつけ、交渉を優位に進めるのです。さて、それはいかがなものかと。かえって他の妖精族の反発を招くのでは？ましてや緊張状態の今、あまりに時期が悪すぎます。わしも同じ意見だ。騎士団を動かしては侵略と取られかねん。はい、一時はそれでうまくいったとしても、長い目で見れば悪い面が多くなります。ここは穏便にことを運ぶべきかと。ダイナス、そなたはどう考える？私はやはり下手に威圧するのは賛成できませんな。そのような弱腰でどうするのです？我らが甘い顔をしようものなら、ドワーフどもはもっとつけ上がります。いや、ドワーフだけではない、エルフやゴブリンまでが同じように要求してくる。間違いない、ラジアータ王国の威信は地に落ちますぞ。そなたの言い分はもっともだが、しかし。わかりました。あくまで牽制を目的として騎士団を派遣しましょう。おお、そう来なくても。ラークス卿、それは。ご心配は無用です。あくまで牽制のための派遣です。あ、いや、だがそれでは。ダイナス、騎士団の編成をお願いします。ほう。クロス、会議はどうなった？いや、君か。騎士団団長としてお互いこれから忙しくなりそうだぞ。どういう意味だ？ラジアータの軍事力を見せつけるため、騎士団の派遣が決まったのだ。なんだって？目に浮かぶようではないか。ドワーフどもめ、たちまち震え上がり、奴らの方から我らに講和を求めてくるぞ。馬鹿げている。リドリー、なぜ交渉に武力を持ち出す？それではドワーフだけではなく、妖精全体が人間を信用しなくなるぞ。言葉を慎み賜れ。これは騎士団総参謀長のご指示なのだ。クロス、よほど戦いが好きなのだな。騎士である以上、戦いは望むところではないか。君も団長になって責任の重圧に苦しんでいるのだろうが。触るな！しっけえな！くそ、なぜこのようなことに。また頭の中に
あれは悠久の太古に失われた古代エルフ。なるほど、玉積みは成功したということか。
Thank you.
それではどうしても我らの要求を拒むと。くどい。のめんと言ったらのめん。だがドワーフの要求する金額も常識を外れているではないか。我らとて物は不足しておる。物価が高くなるのは仕方ないことじゃ。そうか。ならば考えがある。谷の外で騎士団の精鋭たちが私の命令を待ちわびている。この谷がどうなっても後悔しないのだな。結局武力に訴えるか。騎士とは名ばかりのチンピラどもめが。なんだ時様、もう一度言ってみろ。クロス控えろ。ですがクロス、騎士団の誇りも地に落ちたようだの。ガウェインの頃とはえらい違いじゃ。ガウェインだと。よりによってそのような名を挙げるとは。ガウェインこそ騎士団の面汚し。あの男に誇りなどあるものか。若いの、一つだけ忠告しといてやる。おめえは物事を自分の方からしか見ておらん。そのような偏った者の見方が人間の不幸を招くのじゃ。おのれ、くだらぬことを。よさぬかクロス。ゴンドノビッチ殿、もう一度だけお願いする。こちらの要求を受け入れていただきたい。我らもできる限り頑張った。だがこれ以上は無理なのだ。いいだろう。どちらが不幸になるか思い知るがいい。待てクロス。ドワーフは人間の敵となった。いざ我に続け。逆らう者には容赦するな。
暴いって敵から離れてよし暴いって敵から離れてよしよしよしよっしゃ
よっしゃ、はあ、よっしゃ。よっしゃ、
ました。なんだこんな時間に。あんたはドアドノビッチ、どうしてここに？っていうか、そんなことよりどうしたんだよその格好。そうか、わしの姿を見て驚くということは、お前は何も知らんのか。なんだよ、
どういう意味だ？どうもこうもあるか。騎士団が地の谷を侵略した。わしは命からがら逃げ延びてきたのじゃ。え？ちょっと待てよ。騎士団がそんなこと。だって確か団長がドワーフは人間のお友達だって言ってたぜ。友達じゃと？奴隷の間違いではないのか。人間という種族は本当に自分たちの利益しか考えておらん。今までにしてもわしらは荒縄で縛り付けられていたようなものじゃ。今度は鉄の鎖につながれ、無理やり行動を掘らされておる。ジャック、お前に頼みたい。騎士たちを止めてくれ。え？わかった。できる限りやってみる。ありがたい。すぐに支度をしてくれるか。このままでいい。すぐに行こう。
それにしてもよく逃げてこられたね。みんなが協力してくれてな、わしを逃がしてくれたのじゃ。わしはガウェンのせがれを訪ね、力を借りるつもりだったが、こんな時に限って、奴はどこに行っておるのじゃ。俺も団長もいろいろあってさ、もう騎士じゃなくなったんだ。なんと、騎士団ももうダメじゃな。まあ、ガウェインはその…ん？いや、なんでもない。そうか、なら先を急ぐぞ。ああ、わかってる。侵略が何かの間違いだったらいいんだけど。ならばジャック、とくとその目で確かめるのじゃな。騎士団の暴虐非道ぶりをな。あれレナードじゃないか。そっか、本当に騎士団が。これで納得できたじゃろ。それより、なんとか中に入れぬものかな。おいおい、いくらなんでも無茶だよ。ジャック、まだお前は全ての事実を見ておらん。我らがどれだけ虐げられ、ひどい暮らしを強いられているか、その目で確かめてみたくはないのか。おい落ち着けって、声がでかいって。落ち着きじゃと？捕らえられている仲間たちを前にして落ち着いてなど折れるか。それともお前は今さらおじけづいたのか。そうじゃないけどさ、とにかくもう少し様子を見て。お前が何もせんのなら、わしが門を破ってくれる。待てってば。ん？あれは。なんだ？あれれ、あんた以外にも逃げたドワーフがいたとはね。誰じゃ、あいつは。え？わしはあんなやつ見たことがない。見逃してやると言っているのに、あくまで戦うというのだな。くどくど言ってねえで、さっさと来いっつってんじゃん。ならば容赦はしない。じゃあ押せんだよ。まさにあの方こそドワーフの救世主。これは一体何事だ。貴様、ドワーフの分際で立てつくか。ドワーフの分際？てめえなんかたかが人間じゃねえ。何を。
てめえらまとめて潰したらひるむな竜など恐るるに足らず今こそ思い出せ勇者ケアンの水流退治を水流は人間の力に倒れた支流もまた我らの前にひれ伏す今こそ鍛錬の成果を見せる時いざ突撃ということじゃ、地竜が倒されてしまうとは。地竜？あれが竜？地の谷の、いや、ドワーフ族全体の守り神じゃ。人間の無法に怒り、我らのために降臨なされたのじゃろうが、このようなことに。おいたわしや。おい、どこに行くんだよ。決まっておろう。わしの住処はあの地の谷の中にしかない。でも今戻ったら。そうじゃな、地の谷を守る竜はすでになく、鉱脈は枯れ果て、地の谷は死の谷となるじゃろう。だったら。あいにく骨をうずめるのは故郷と決めておるのでな。わしらドワーフは人間ほど器用には生きられん。ドワドノビッチ。
よっしゃ、タンよっしゃ、タンよっしゃ。Thank you.
たい。
アタック。
よっしゃ。ゴーゴー。はあ！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 よっしゃ！はあ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 ！よっしゃ！おのれ。
よっしゃ。はあ。よっしゃ。さあ。よっしゃ。
いらっしゃいませ。大事。いらっしゃいませ。
よっしゃよっしゃ。
なんだなんだ。ジャック・ラッセルさん、おられますか？はいはいはい、今開けるからちょっと待てって。なんだよ、想像しいな。王国最初、ラークス様より伝言です。今夜、登場していただきたいとのことです。登場？城に来いってこと？よろしくお願いいたします。それでは。お城から呼び出しね。何の用だろう。
さてと、そろそろ城に行くかな。って、今日は客が多いな。はいはい、誰すか？ジャック、私だ。え？リドリー？すまないな、ジャック。こんな時間に。まあ、とにかく中に入れよ。ああ。やれやれ。思った通りの家だな。掃除なんかしたこともないんだろう。悪かったな。だいたいお前だって自分で掃除なんかしたこと。リドリー？ん？ああ、すまん。なんだよ。悪口にいつものキレがないな。そうか。うん。いや、変だよ。ジャック、何かあったら、うちに来てくれと言っていたな。ああ、言ったけど。実は、相談があってきた。聞いてくれるか？ああ、任せとけよ。俺が騎士団憲章で一個だけ覚えた言葉。同じ団に属する者は家族ってな。ま、俺はもう騎士じゃないけど。すまない。私のせいだ。だからそのことはもういいって。ま、座れよ。なんだよ。今日は本当におとなしいな、お前。ジャック。なんだよ。私は、騎士団を辞める。え？なんで？城も出ることにした。というより、城を出てきた。ちょっと待てって。城を出てどこに行くつもりなんだよ。テアトルか？いや。花の都だ。ライトエルフの長老、ザイン殿に会いに行く。え？だって、花の都にどうやって入るんだよ。わからない。だがどうしても、私はザイン殿に会わなければならない。どうしてだよ。下手すりゃ殺されるぜ。玉継ぎの儀式のことを、覚えているか？ああ。オークに襲われてお前が死にそうになった時、あの儀式を受けてから私はおかしくなったようだ。自分の体がまるで自分の体じゃないみたいだ。それにアルガンダース、最近流行っているあの伝染病。ああ、人が凶暴になる。その病気も、あの儀式と関係があるかもしれない。だから待てってば、話が飛びすぎじゃないか？いや、きっと関係があるんだ。そのせいで、私のせいで、ロケヒレ殿は、命を落とした。え？ノゲイラさんが、死んだ？マジャック、私はどうしたらいい？私は、自分が恐ろしいのだ。自分がこの先どうなるのかわからない。それが、とても怖い。ジャック、私を助けてくれ。お願いだ、ジャック。リドリー、すまなかった。リドリー、もう大丈夫だ。すまなかった。
私は行く。おい、リドリー。さよならだ、ジャック。さよならって。おい、リドリー。